オナホの秘密基地。ピューン。イェーイ。できました。トミックです。ということでね、どうこの色。動画をご覧の皆さん、こんにちは。オナホです。今日組のプロは、クルタ!HGUC144分の1、グフ、電動バイブ、あ、じゃなかった、リバイブ。はい。皆さん、こんにちは。今日はね、予告通りね、このね、エロいね、エロいムチが、素敵なこのね、グフを、組みます。はい。で、いつもね、ガンダーマーカーオンリー塗装とかじゃなくて、前回のね、リアルゲイ、あ、じゃあね、リアルゲイじゃねえ、RG のね、ズボッピじゃなかった、ズゴックみたいに、この、完全フル塗装します。完全フル塗装。うん。ドガチで、ガチの塗装します。はい。のね、期待してください。で、本当はね、今回はね、グーじゃなくてね、こっちにしようと思ったんだよ、これ。うん、合体越しでいいねよ。うん。これね、まあ、当時もんなんだけど、まあ、俺がほら、イデオのプロもほぼ全部持ってるの知ってるでしょ？ほとんど全部持ってるんだけど、みんなね、なんかね、13円とか20円とかね、150円とかでね、まあ、買ったんだけど、この駿河屋さんってところがね、この在庫をね、当時の在庫をね、腐るほど持ってるんだよ。うん。もう、なくならないの、全然。どんなに叩き売りしても、一個になくならないから、全然プレミア使えないんだよ。もう、ほんと、駿河屋さんの無限在庫って言われてんだよね。うん、その無限在庫がね、突きかけてんのかな、最近。ほんと、イデオのプロも在庫がなくならなくて、ほんと、無限在庫で実は作ってるんじゃねえかみたいな、ね、倉庫で、こっそり作ってるんじゃねえかなんて言われてたんだけど、とうとうこのね、イデオンの無限在庫はね、とうとうね、ネタ切れというか、種切れというかね、これなんかそうなんだけど、2500円だったんだよ、アマゾンで。ネットでしたやつは。2500円になってて、あれ、ちょっとそろそろ駿河屋さんの、イデオンのプラも無限在庫が切りかかってんじゃねえかと思って、なんか作るのもったいねえなと思って、今回見送りました。ほんとはこれはね、RG のジムだとかね、あと、ジムリバイブとかね、嘘をついてガキを騙してまた再生数稼ごうと思ったんだけど、今回ちょっとこれね、見送ります。もったいねえから。というわけでね、予定通りでね、こいつを作りますと。で、今回例によってね、この中パンティ入ってません。いつもなんか秋葉パンティが入ってるじゃないですか。入ってねえから、今回は。普通にもう、パンティとか、抜きで普通に作れますから。はい。はい、もう本当にね、あれまだ降ってきた今。なんだ？あれ？降ってきた。あ、多分ね、ウーロンがいたんで、今、ウーロンがいて、ギャルのパンって送れっつって、多分ここに降ってきたんだと思うから、ね。実はシティーハンターがいるじゃないですか、2月に劇場版シティーハンター。俺絶対見るからね。うん。だシティーハンターとコラボ、勝手コラボでシティーパンティーっていうのを撮ろうかな、動画。俺を呼んだのは、君だろっつってさ、これ、シティーパンティー、スバタリョウだっつってさ、やろうかな。はい。というわけでね、もうくだらない話はこの辺にしてね、はい、早速ね、返していきましょうか。あっけろ。おまたもあっけろ、どんとね。おーもうほんと、もう、ケバケバしいほどの青ですね。こんなんで砂漠で勝とうっていうのはすごいね。だから俺は今回ほんと、サンドカラー、砂漠のサンドカラーにしますんでね。うん。この青とかでも勝つ気ねえじゃん、こんなんもうさ。目立ちすぎだろ、これ。バカかと。はい。まず、ランナーが激しい。ブラック、ケンナンラ。ポリキャップ、ケンナンラ。クリアパーツ。濃いブルー、キーになるわ。スカイブルー、キーになるわ。ムチ、キーになるわ。こっちにも、ブルー、キーになるわ。グリーン、キーになるわ。説明書が、1枚。パンティも、1枚。パンティ関係ないんだよ。はい。というわけでね、早速これを組んで入れましょう。これを組むとね、まずは、全部じゃない。まずは、両足から行きましょう。両足、両腕から行きましょう。はい。これをね、まずちょっと組むとこうやれます。キラリラリン。イェーイ。できました。トミックです。ちゅうことでね、どうこの色。どう現実的じゃない？砂漠で戦うときにさ、こんなん乗んないでしょ、こんな色。ねえ。バカかって言われるだろ。なあ。ね？でこれだったらさ、なんか砂漠でさ、戦おうっていう感じじゃない？本気でガンダムを撃つぞみたいなね。本気でアムロに勝つぞみたいな感じなんじゃん、これなら。うん。まあ、さすがにちょっと覚悟を見ていきましょう。まず、正面はこんな感じ。側面はこんな感じ。背面はこんな感じ。好きなアーティストは大津健二ってことだよね。うん。ちょっとまあ、悲しいしかね、できなかった。うん。腕も作ろうと思ったんだけど、腕作る前に塗料がもうなくなっちゃったんで、買ってきますので、はい。で、肩はね、ネイビーブルーにしましたね。うん。だイメージつくかな？イメージつくかな？だいたいどんな感じなのか。うん。
これ胸のパーツですね。うん、イメージつくかな、大体どういう感じになるのかなっていう。うん、やっぱね、まあ前塗装ここまでして思ったけど、まあ墨入れとかしないけど、うん、やっぱね、あ、意味ないな、ここまでやる意味が。あの、組んでて思ったけど、あの、塗装が剥げるよね。ほんと。うん。この RG のね、あの、ズボッピも動かしてないしね、全然。塗装剥げちゃうから。あ、やべやべ。うん。塗装剥げちゃうからさ、まあ、動かしてねえもん。うん。お前の試合に剥げてるやつがいいんだけどさ、お前も剥げてんじゃんって言うとさ、剥げてねえよって言うんだけどね、剥げてんじゃんって話で。剥げちゃうから、まあ、動かせないしさ。うん。あんまその、メリットがないなと思って。うん。本当にね、前回のね、本当リアルゲイのね、ズボッピーでも本当ね、全塗装やめようと思ったんだけどさ、うん、これで最後って言っといてまたやっちゃったんだけど、うん、なんかね、俺の友達もね、ノースキンの風俗行ってさ、あー、今度こそ病気になったかもしれない、病気になったかもしれない、今回検査で病気じゃなかった、ありがとう、ノースキン行かねえぞ、つっといて、また行くんだよね。あ、それと一緒でさ、やっぱ、楽しいんだよ、塗ってて。楽しいんだけど、うん、やっぱその、動かせないのはやっぱきついね。まあ、とりあえず俺、あ、そうそう、今回ね、あの、合わせ目消しました。このキットね、ダウチモールドが多くて、合わせ目ないんだけど、あの、数箇所あったんだよね。まずこの部分かな。ここ。この部分にね、がっつり合わせ目が入るから、ここね。この部分はダウチになんないんでね。うん。なんとかなったと思うんだけどね、バンダイさんね、頑張れば。こうがっつり汗目入るんでね、皆さんご注意ください。はい。うん。あとこの、スパイダーマンとか、これもがっつり汗目入るから、モダカだから、モダカキットだから、ここに関しては。これもちょっと汗目ね、ちょっとね、消しましたね、ほら。うん。まあ、汗目あるなり全然見栄え違うんで、ね、うん。このね、あの、スパイダーマンのパーツと、この、ここの部分ね、汗目がっつり出るんでね、皆さんお気をつけて。はい。というわけでね、次で、ま、完成編となります。はい。なのでね、また次回、ご期待ください。バイバーイ。ああ、そう、もう一個。俺今、趣味でちょっとジム作ってんだよ、ジム。あの、ジムね。なんでかっていうと、このジムがね、カビがすげえんだよ、箱の。まあ、初回版なんだけど、このカビジム。このカビジムちょっとね、箱捨てたいから、作っちゃうから。これに関してはちょっと開封とかちょっとやんないからさ。うん。趣味で作って、動画でおまけ、なんかのおまけの時にね、なんかのおまけでこれ時間余ったらこれ正月かもしれないけど、はい。というわけでね、このカビ締めも作ってるんで、はい。というわけでね、うん。そこがちょっとね、ラーメンでも作ろうかな。うん、ラーメン。ガンプラばっか作って腹減ってたからラーメン作る、ほんだ。なんかこれ買ってきたら美味しそうなラーメン、これね。ほら、鹿児島ラーメン黒岩ってよね。うん。すげえこと書いてあったんだ、これほら。まるで、桜島大噴火のような壮大な一杯ってもすげえ出来上がって叩いてたけどね、ほんと美味しかったんだこれ、うん、美味しい、買ってみるんだ、はい、というわけでね、完成編お楽しみに、バイバーイ。